今将棋で大活躍中の藤井六冠、皆さん知っていますか？藤井六冠の一手当たりの金額、ちょっと気になりませんか？今の年収なんと2023年現在で1億4000万円というふうに言われています。ここ3年平均で大体60局ぐらい指してるんですけれども、まあ、つまりですね、1局あたりなんと230万円もの金額が発生しているということになります。つまりですね、一手当たりなんと約5万円です。で、将棋ってですね、一手考えるのに1時間とか2時間とか場合によって考えることってあるんですけど、一手あたり5万円って考えると、その時間納得できますよね。